は可愛い。犬をめでる時間こそ思考なのよ。こいつらもスポーンエッグから生まれたんだが、ここの生物は卵からも生まれる。いいね。あ、はい。ところで今回も拠点を大幅に改築したんだな。畑の作物が増えてきたのと、ちょっとした自動化をね。それはそうと、総務クラフト用の作業着を作ってみたのだ。成金の魔術師みたいな格好だな。成金は余計なのよ。で、靴だけ違うのだが、ちょっとずつテラスチール装備を揃えてるんだけど、テラスチールブーツに延長したらヘイストさんがついちゃってね。それで履き続けているのか。マナが供給されていれば耐久値は実質無限だからね。さて畑の紹介でもしましょうか。ホッパーホックとチェストで簡易的な回収機構を作ったのよ。ほう、それで石炭畑の面積はかなり広く取ったと。これだけ広くすればマナ生産とコークスロで尽きることはないでしょ。そういえばコークスロも作ったけど、グレオソート湯が満タンになって以来稼働していないんだった。グレオソート湯は後でなんとかするのよ。それより問題なのはパイプの仕分けなんだけどさ。うわ、見事にエッセンスが渋滞してやがる。このパイプ、繋がっている先と連動して自動で仕分けしてくれるなんて高性能な機能じゃなくてさ、本当に物資をただ通すだけのパイプって感じだな。一応鉄パイプで逆流しないような仕組みにしたけど、これじゃ完全に自動化するのは難しいかなって。それなら仕方ないな。そうだ、移設した家畜小屋なんだけどな。なぜ道のど真ん中にシルバーウッド植えたんだよ。ごめん、なんとなくよ。おい、それで羊毛の需要がある羊と、特に需要はない豚を収容したと。豚しゃぶが食べたい。ポン酢とごまだれどっちが思考家で揉めるやつな。付け合わせのお野菜がないのが残念。水菜とかな。いやそうじゃねえだろ。ここの項目は特に見どころもないから裏でちまちま進めるという話で落ち着いたということだな。そういえばそうだった。後輩と祭壇クラフトをガラッと垂れ流しても仕方ないからね。でね、改装したのは家畜小屋だけじゃないのだな。工房だったか。そっちも改装したんだな。入り口に見えますのは総務クラフトの祭壇。一番苦労したのは場所決めだったのよ。銀河所狭しと並んでいるのだが、仕方ないでしょ。祭壇とミラーが認識してくれないんだもん。そのうち実演するけど、エッセンシアミラーを通して液体層を祭壇やる壺に注入しているよ。液体層？ざっくり言うと、このかまどで物体を分解して液体化したものだよ。エッセンシアとも呼ばれていて、こっちのが一般的だね。これはエッセンシアを合成するる壺ね。右側にラッパみたいな機材がついているな。それはエッセンシアミラー経由でエッセンシアを吸い出してくれるポンプだよ。いちいちエッセンシアミラーとやらで吸い出さないといけないのか。直接ぶち込んだ方が手っ取り早い気がするが。それだと汚染物質が発生しちゃうんだよ。バイオーム汚染を引き起こす危険があるから、ちゃんとした機材を使わないといけない規則なんだよ。今よく言われている SDGs ってやつか。2階には何もないというか、あからさまな建築途中で投げました感がすごいんだが。後でいろいろ追加する予定なのよ。あとで、おっと、アーマースタンドも1階に設置してあるんだわ。拠点にいるときは魔術師装備、ディス集めに行きたいときは重装備と使い分けが簡単なのよ。インテリアにもいいな。ところでマナスチールの装備があるが、鑑賞目的で作ったのか？いや、テラスチール装備の材料になるんだよ。ああ、少しずつ揃えていくと言っていたな。性能いいけどコストが重いんだよね。そうそう、祭壇の地下はこうなってますよ。うわ、ろうそくでぎっしりだな。祭壇の安定度を上げようとしたら自然にこうなった。一酸化炭素中毒になりそうだな。良い子のみんなは絶対真似しないように。ようやく材料揃ったから、新しい武器を作ってみるよ。作るのはクリーパー。クリーパーじゃないよ。肉切り包丁か。ホラーでは鉄板の武器だな。ホッケーマスクかぶったやつが持ってそう。そっちはチェーンソーの方が有名だろ。本当は全部マニャリンで作りたかったんだけど、スロットを増やしたかったから魔導金属が作れるまで温めておいたのよ。武器にスロットって、ゲームだとあるあるだな。宝石はめたりね。で、ここで言うスロットって確か改造できる回数を指しているんだよな。ザッツライト、今回は1回だけ自動修復をつけて、残りは攻撃全振りにしちゃいます。その前にスロット増やしちゃいましょう。金リンゴとダイヤでスロットを増やせるのだ。ほう、後からでもスロットを増やせるんだな。で、スロット、増えたか？あれ、ちょっとスタッフ、どうなってんの？スタッフどこだよ。金ブロックとダイヤが正解でしたわ。しっかりしてくれ。金リンゴは豪華な方しか使わないんだった。ゴージャスな金リンゴとダイヤブロックでさらにスロットが増やせるのよ。これで改造回数を増やせたわけだが、ここから素材をひたすら積んでいくわけだな。攻撃力はネザー水晶で積めるけど、わざわざネザーに行かなくてもいいのだ。ネザーエッセンスで生成できるからな。畑が万能すぎる。というわけでネザー水晶をスロット限界まで積み積みしました。おう、お疲れ。で、36ダメージかよ。クリーバーは振りが遅い分、もともとの攻撃力が高いからね。武器に関してはこれとテラブレードでいい気がするが、実はクロスボウも作りたいんだよね。クロスボウか。これは単純にマニャリンで作るわけにもいかないぞ。知っていると思うが、重い素材で作るとリロード時間も伸びるからな。威力と軽さのバランスが取れた素材があればいいんだけど。そんな都合のいい素材、あったかな。
っては新しい杖を作るついでで祭壇クラフトの実演するよ。これがその杖か。この杖はボタニアとソームクラフトの技術を組み合わせた杖で、マナが供給されていると自動で杖のビスを回復してくれるのだ。エッセンシアとやらが向こうのポンプに吸われているぞ。魔導金属作ってたんだった。作るのは良いが、この紫芋みたいな色のエッセンシアも今からクラフトに使うんだろ。紫芋のタルト食べたくなるから言わんといて。とりあえずよだれ拭いとけ。材料よし、エッセンシアの在庫よし。その言い方に少し不安を感じるんだが。男も女も度胸が一番なのよ。あとはクラフトがうまくいくようにお祈りしながら待つだけよ。投力高めておいて正解だった。投力関係あるのか。どれだけ安定度高めておいても結局は運だと思うのよ。これで杖の芯はできたけど、このままだとクラフトに使えないから活性化させるよ。いきなり使えるんじゃないのな。まあマナプールに芯をつけ込むだけなんですけどね。つけ込む言われたら最強焼きや米麹が思い浮かぶな。そして同じように活性化させておいたマナスチールのキャップがあるじゃろ。料理番組のような手際の良さ。まさか杖のビス容量が足りなくてそもそもクラフトできないとは思わんじゃろ。おい、しっかりしろや。だがここで私はオリチャー発動。オリチャーはある意味ガバの予兆なんだが良いのか。シルバーウッドの杖を作るよ。この杖はクエストにも作れと指示が出ていたから、決して寄り道ではないのだ。普通ならクエストに指示が出てる方を作るんだよな。各結晶片はエッセンスを並べれば作れるんだけど、並べる場所によって作れる結晶片が違うのか。面白いな。全部の属性分作らなきゃならないから面倒。地味にインベントリも圧迫されるしな。そうそう、キャップの指定もあるから作らんと。魔導金属のキャップか。こいつも活性化が必要なのよ。まず金鉱の結晶片を作ります。これは全属性がまとめて入ってるお得な結晶片なんですよ。おっさん。誰がおっさんだ。これ作るのはすっごい面倒だけど、シルバーウッドの杖に1つ、魔導金属のキャップに3つずつ必要だから、合計で7つか。金鉱の結晶片をかまどで焼くと、サリス、ムンブスという物質に変化するのよ。直訳したら現世の塩という意味らしいんですけどね。この直訳、いる？まずはシルバーウッドで杖の芯を作るよ。完成までカット。次は塩3つで魔導金属をピッカピカのギトギトにします。ギトギトはさせちゃダメだろ。サリス、ムンブスも面倒だけど、オーラのエッセンシアも集めるの面倒なのよね。こちらもピッとカット。ここまで大きな事故は起こってないな。良いことだ。杖のビスが足りてなかったから外で稼いできたよ。容量はグレートウッドの倍の100。これならリビングウッドの杖が作れるのよ。ほう、報酬にオーラ濃度なるものがもらえると、お前がトラウマ持ってる飢餓の濃度を思い出すな。あれは特殊なやつだから。あれからまたビスを杖に貯めてきたよ。これでリビングウッドの杖が完成するな。容量はシルバーウッドの杖と変わらないけど、マナを吸ってビスに変換してくれるのがグッドなのよ。まあ全部マナで賄うのはもったいないからまた外で稼いでくるんだけどね。モンスターが脅威からリソース落としてくれる雑魚にカツ下げされとる。しょっぴょむちゅ。しかもクリーバーで一撃なのが切なさを加速させてる。はぁ、次は紅葉か。めんどくさいな。そう言わずに、拠点が物で手狭になってきたし、整理整頓のために ME 倉庫を稼働させるんだろ。そのために発電施設を作らなきゃなんだけどね。こういうのは私より弟の方がうまいのよ。中間素材に中間素材重ねるのが面倒で面倒で。アルミニウムのブロック叩きまくってシートにするって、こういうの人力でやる仕事かな。そのアルミのシートを使ってローリングマシンを作ると、これは鉄や鋼鉄のプレートを作るのに必須なのよ。適当に材料を組み合わせて蒸気エンジン完成。すごく投げやりだな。本命はこのエンジンじゃないからね。工業用の蒸気エンジンがあったんだったな。本格的に使うならそっちの方がいいって弟も言ってた。だが肝心の材料はローリングマシンを使わんと入手できないんだろ。それがネックなのよね。とりあえず石油組んでくるわ。とりあえずで組むものじゃない。拠点近くに油田があったし、クエストでも要求されてるし。しかしこれだけ大きな油田があれば、私は石油係長に。有名人のネタをパクるのは良くないと思う。ドアがあるなら家じゃねえか。やめろって。石油の次はポンプか。これで石油を組めってことだろ。知らんけど。でも蒸気エンジン使う予定だから石油は使わない気がするのよ。持ち帰って売り払うことしか。やめとけ。ほい、ポンプ完成。これは石油じゃなくて水を汲んでもらいます。あ、蒸気エンジンに使う用の水か。クエスト見たらさらに続いてた。くっ
くそ使いにくいらしい鉄エンジンを作れってさ、作りました。具体的にはどの辺が使いにくいんだ？オイルと冷却水の両方がいるんだよ。供給ラインの構築が面倒だし、その手までボイラー作って蒸気エンジン動かした方がいいよ。って弟からメッセが来てる。これ一応試験だよな。何でも持ち込みかって言ってたもん。何でも持ち込みかの期末試験に友人持ち込んだやつを思い出した。次はオイルを金オイルに生成するリファイナーを作りたいけど、ダイヤの歯車使うんだわさ。贅沢なマシンだねー。どっかのばあさんが名前を取るみたいにコストカットできれば誰も苦労はしないんだよな。普通の土地なら担当に苦情言ってたけど。担当？ここでは畑からダイヤが取れる。畑から取れても貴重な資源なのを忘れるなよ。くっそ見えにくいけどタンク3つとダイヤの歯車使ってリファイナー完成。そしてこれを使って金オイルを作れと。オーケー、後回しだ。今は発電施設を先に作りたいのよ。だがローリングマシンを動かさないと工業用蒸気エンジンの材料が手に入らんと。エアーマンのジレンマなのよ。なんだその言葉は。あれが欲しいけどこれをやらないと手に入らない。でもこれはそれをやらないとできない。それをやるためには、という悪循環を表したことわざなわけさ。聞くだけでこっちも鬱になってくるほどの悪循環だな。それで、今水を必死に汲んでいる理由は？動かせるエンジンが鉄エンジンしかないから、その冷却水を集めてるのよ。供給ラインを組むのが面倒になったんだな。ローリングマシンを動かせさえすればいいのよ。鉄エンジンの容量は1万ミリバケツ。バケツ10杯分だから大した労力はいらないな。解決方法が納金。その分ボイラーと蒸気エンジンはしっかりやるから許してちょ。俺に言われてもどうにもできんのだが。あ、もう、金床と水入りタンクが近いせいでバケツが金床に設置されるというロスが発生してしまう。水タンクを得たのお前だろ。そうなんだけど寝てヘペロ。よし動いた。これでオイルの続く限りローリングマシンを動かせるよ。その、なんだ。力技が過ぎて各方面から怒られないか心配なんだが。弟に見せたら呆れられるかも。ダメじゃねえか。でも鉄インゴットをプレート加工できるようになったし、クエスト達成できたからいいじゃん。報酬のコークスは地味にありがたいな。量少なって思うけど、この程度のコークスを作るのにもえらい時間かかるからね。その代わり炉に入れて放置だけで作れるんだけどな。と、多分これが作りたかったボイラーの部品だからちょうどいいね。他に良さげな発電手段がなさそうだったから、当面はこれでなんとかしろということだな。てかレシピ確認したら、ローリングマシンでしかブロンズの筐体が作れなくなってる。そんな大量にいるもんじゃないからいいだろ。将来養蜂したいって時に面倒じゃん。こんな土地で繁殖しようとする物好きな蜂がいればいいな。あいつらの生命力と適応力を舐めたらあかん。そんな筐体第1号を使って作ったのがカーペンター。これ作っとけば大抵のものは作れるらしいから早めに作っておいたのよ。次は、そろそろ鋼鉄も作っとかなきゃかな。ブルーベリーファーネスというものを作ればいいのか。絶対意味わかってない。要するに解鉄炉を作って、鉄を精錬しろという意味だと思うぞ。解鉄炉？解鉄炉というのは、ダメだ、説明しても伝わらんだろう。遠回しに私がバカって言ってる？さっき作ったカーペンターとクレオソート湯で作れるらしいからさっさと作ってこい。なんか納得いかない。クレオソート湯はコークス炉にいっぱい溜まってるからいいけど、カーペンターは電力で動くからな。配管は気と水晶のパイプでいいやろ。そしてこの雑な配管である。動くんだからいいじゃない。カーペンターは左のインターフェースにパターンを登録して、下のインベントリに材料をぶち込めば勝手にクラフトが始まるよ。右のタンクに液体を入れると。大抵は水かオイルを入れるけど、クレオソート湯を使うのは多分これだけじゃないかな。しかし一気に冷却水がなくなるのが不便だな。バケツリレーで冷却水入れるのってお前くらいだよ。これもボイラー発電ができるまでの辛抱よ。メモによるとボイラー発電は一番下に燃料用の加湿を設置する。燃料は固体と液体の2つがあるけど、短期運用なら固体で十分と。それってお前の弟が残したやつか。超優秀でしょ。次にボイラーのタンク部分を置くと、タンクのサイズもレシピ一覧に載ってるなんて親切だな。サイズはどうしようかな。どうせならでっかく作りたい。コストも安めだし、いいんじゃないか。タンクのサイズは 3×3×3 にしましょ。後で足りなくなって増設するより、最初から大きく作って余裕を持たせるのもありだな。よし、ボイラーできた。水は隣に貯水池作って、ポンプで供給する形で、燃料は石炭でいいかな。ボイラーに水が入ってねえぞ。加湿にパイプ繋げろって書いてあったわ。ガバまで見透かされてたな。うるさい、気を取り直して商用用蒸気エンジン作成。いろいろあったが、これで発電施設が稼働できるな。でも蒸気ができるまで時間がかかる模様。まあ考えてみればボイラーが温まるまでの時間が必要だな。その間に配置だけ済ませちゃいましょ。とりあえず3台動かしてみるわ。レッドストーン入力のスペースも忘れんようにな。蒸気ができるまで暇だから、ブルーベリーファーネスの様子見に行ったらできてたわ。ブルーベリーは全く関係ないんだよな。もうちょっと待ってたら、蒸気が生成されてたよ。蒸気が発生するまで、ボイラーが十分温まったみたいだな。でも全然エンジンに蒸気が供給されない。配管間違えたかな。電源を入れないと動かないんじゃないか？あ、ほんとだ。動いた。メモには書いてなかったのか？あ、
書いてあったわ。おい。まあ動いたんだからよし。カーペンターとローリングマシンにちゃんと電気が通ってるね。発電施設をこしらえたということは、ここを起点に工業化を進めていくという認識でいいな。そういうことになるねー。ということでブルーベリー改め解鉄炉もここに設置したよ。鉄と砂を一緒に焼くと錬鉄になる。この錬鉄をさらに精錬すると鋼鉄になるらしい。木炭で焼いているようだが、石炭は使えないのか？木炭じゃないとダメっぽい。普通石炭で焼肉はやらないでしょ。精錬と料理を一緒にするんじゃない。次は錬鉄を鋼鉄にするための設備を建てたいんだけど、どれも真っ黒で判別がつきにくいな。ネザーブリックとソウルサンドで作れる地獄レンガを使わんといけないみたい。というかどれも黒いから別の黒レンガブロックと間違えちゃったじゃないのよ。確かに紛らわしい見た目してるよな。これをのみでさらに加工してレンガブロックに、あ、一番左のやつね。これで溶鉱炉用ブロックができるのだ。こっちもどれだけブロックを重ねればいいか説明がついてる。ユーザーフレンドリーなのよ。でも 33% しか進んでないの。どうしてだろ。思ったんだが、12はクラフトしたブロック自体の数じゃなく、クラフトした回数を数えているんじゃないか。はい、12回クラフト。ブロック総数36個。きっちり揃えてクラフトしてきたわよ。おう、お疲れ。あ、これ内部に2ブロック分の空洞作らないといけないんだった。おい、しっかりしろ。よし、溶鉱炉完成。ドーンと錬鉄1スタックを精錬しちゃいましょ。燃料はこの時のために取っておいたコークスがあったな。普通ならもったいなくて使えない。でも物はここぞという時に使うと価値がある。長かったからカット。これでようやく鋼鉄が入手できたな。どんなものに使えるのかな。楽しみ。工業を進めるの面倒だって言ってたくせに。波に乗ると面白くなってくるタイプなのよ。次はチタニウムを作るっていうクエストだね。序盤で使ったルツボロを使って石灰石を溶かすみたいだな。その前に、桶は4つまで連結できるみたいだから広げるよ。石灰石はそこら辺で採掘できるもので十分みたいだな。色がカスタードクリームっぽくて美味しそう。食い物じゃないから食うなよ、絶対。しかし序盤で作った設備やパーツが、ここに来て活躍するなんてな。溶かした石灰石に水を加えればマグネシウムが取れるみたいだぞ。はいはい。バケツで水を加えましてと、水を加えて少し待てばマグネシウムが生成されるね。あとはマグネシウムと二重化のチタニウムを加えればチタニウムが取れるみたいだな。液体で取れるとか面倒なのよ。これも序盤でやったレイドルとインゴットの鋳型を使っての成形になるんだろうな。職人が一つ一つ心を込めて成形いたします。というか、マグネシウム用とチタニウム用の桶を分けて作った方がいいのかな。作業の手間は増えるが、分けた方が効率良いんじゃないか。地味な作業だけど、これが明日の ME 倉庫になると信じるしかないのよ。